どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は大槍のユニーク装備を取りに行きたいと思います。行きましょう。ユニーク装備の入手方法ですが、まず特定のキャラクターで特定のクエストをクリアする。そして難易度は難しい、もしくは地獄、すべてで S ランクを取ってクリアすると入手することができます。大槍の入手方法だけども、まずここ、信長編の第2章、異能の戦い、ここだね。ここを、前田利家を使って S ランククリア。そして、第4章だね。第4章のここ、三保ヶ原の戦い、武田軍編。ここを、武田信玄を使って S ランククリアとなってます。ここはね、すでにクリアしてますので、今日はここだね。行きます。では行きましょうか。この大槍すごいね、破壊力あって好きなんだけど、これね、攻撃速度入れないと、もっさりしすぎてるでしょ。めちゃくちゃもっさりしてない？それがなければね、俺すごく好きなんだけど、どうなんだろうね。ユニーク装備についてなければちょっと使いにくいなと思うんだよな。これにね、攻撃速度なかったらマジで使いにくいからね。さあ、まあ入手してみてからのお楽しみだね。スキルがね、変えれないっていうのが結構ネックなんだよな。攻撃力自体はもう抜群なのよ。抜群に強いけども、スキルがね、弱くって、実際、もともとの、作った装備、使った方が、強いっていうのがね、あるんだよね。そこがちょっと残念かな。今までのユニーク装備って確か、装備何でもできたよね。装備っていうか、スキルを。何にすることも、できたと思うんだけど、今回のそこがちょっとネックだね。あそこなんか早めに、あ、行っててくれてる。オッケー、行ってる行ってる行ってる。半蔵が俺まだねレベル低いのよ。弱っ、マジか、半蔵弱え。まあまあレベルがね20だから仕方ないところではあるけどさ、仕方ない仕方ない。おい、じゃあ大槍の破壊力見ろ。前の年でまあ元々がね結構強めなんで使いやすいよね。あとどこだ、あやべ、俺使っちゃったな、お金使っちゃった。まあいいか、お金はちょっと長めなので。あったあったあった、ここら辺で行こう、行け。経験値はね、まだ全然必要。あ、俺道間違えた。あ、しくった。まあいいか。いい、いい。今回はユニーク装備を取りに行くのがね、メインだから。まあいいさ。しゃあ。経験値はまあまあ二の次ぐらいで考えておきましょう。一番はユニーク装備を取るために全てで S を取る。それだけにまずは集中しよう。おお、なんかいつの間にか終わったな。いつの間にか終わった。なぜこのようなまま。どうだろう、 S ランク全部取れたかな。なんか武将一体ね、打ち漏らしてるのよね。ミッションは1個ハテナがあるけども、まあ S ランクでしょう。どうだ、わあ、いけたいけたいけた。武将がね、一体倒しきれてなかったのが、ちょっとネックだったけども、いけたね。はい、これで、ゲットでしょう。来た。間違いない。お、かっこいいね。なんだ？上層不動明王。これは読めるぞ。これは読める。読めない武器が多いからね。どんな感じだ？あ、攻撃力は若干上がるね。攻撃8だからか。うん、攻撃8で攻撃力69。若干上がります。いや、これダメだろ。ダメでしょ。攻撃速度がついてない。
この大槍はね、攻撃速度ないとほんともっさりで、使いにくいんだよな。攻撃9を入れて、ちょうどいいぐらいなんだよね。もっさりすぎて反撃食らうんで、いやー、俺これ装備しないかも。なんかユニークボーナスで、このステータスには書かれてないけども、ダメージが上がるとかね。そういうのであれば、いいけどな。なんもなしにこれだけの能力だったら、ちょっと使いにくいかもしれない。まあまあ、とりあえず、残り10個ぐらいか。それぐらいだと思います。ユニーク装備、ゲットしていきましょう。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。